1. 1バサスダ・インディアに、ユーローパ島3、クロリオソ諸島4、ファンデノバ島湖、トロメリン島、ケム、コモロ MG、マダガスカル MU、モーリシャス MZ、モザンビーク RE、レユニオン U と、マヨットフランス領インド洋無人島軍は、インド洋南西部のマダガスカル島周辺部に、散在する、定住者のいない、フランス領の島々である。これらの当初は、 マダガスカルが1960年にフランスから独立した際、軍事的な理由でフランスの主権下に留め置かれ、フランス海外領土省の管轄の下、レユニオン海外県の県会議長によって管理されてきた。定住者はいないが、軍事施設を保守するためのわずかな軍人と気象観測の研究者らが駐在している。2005年1月3日からはフランス領南方、 南極地域行政長官に管理権が移動し、2007年2月21日の法律第2007から224号で南方、南極地域に正式に併合された。バサスダインディア・ユローパジマグロリオソ諸島・フアンデノバ島、トロメリン島・トロメリン島は、モーリシャス・ユローパ島・グロリオソ諸島とフアンデノバ島は、マダガスカルとの間で領有権問題がある。ありがとうございます。